糸崎君雄です。美大制度がアーティストからビジネス思考を奪ってきたのではないかという話をしようと思いますけども、このチャンネルはアーティストである、私糸崎君雄がアートと哲学について、そしてアートとビジネスについて考えてみようというチャンネルなんで、アートについて本質的に考えてみたいという人ですね、それとアーティストとして本気でデビューしたいという人はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでね、美大制度がビジネス、アーティストからビジネス思考を奪ってきたのではないかという話なんですね。で、まあ、最近僕はようやくその頭がビジネス思考にだんだんなってきたんですよ。でそもそもそのやっぱりアートとビジネスってね、全然違うもんだってい う、 こう先入観があるんですね。でそうするとそのこれから の、 そのアートはビジネスとして考えなければならないっていう言われ方もするわけですよね。ところがそのビジネスとは何かっていうこと自体知らないのに、アートとビジネスっていうものを考えてもしょうがないわけですよね。でまあ、いろんなビジネス書を読んでると、まあ、例えばそのロバート清崎の金持ち父さん貧乏父さんですけども、これはアメリカ人が書いた本ですけど、アメリカもそうなんですけどね、義務教育では、ビジネスとは何かっていう基本をね教えないんですよね。だから人々にビジネス思考が育っていないというのがロバート清崎の主張で、まあ、それは日本でも同じ状況だとね。でまして美術大学っていうのもまあそうなんですよ。よく言われるのがその、まあ、ビジネス美大に入ってね、でまあその私はデザイン科ですけど、デザイン科っていうのはまあまあ、ちゃんとデザイナーとして就職するというね、そういう進路がありますけども、僕は結局デザイン科に入ったけども、まあ、アーティストになりたくて、まあ、アーティストになったんですけども、でもそのアーティストとしてビジネスとして今ちゃんとしてるかっていうと、なかなかそうじゃないわけですよね。だから今頃になって一生懸命考えてるんですけども、学校では全然そういうことを教えてくれないわけですよね。でむしろそのアートというのはその純粋なものだから、ね、ビジネスとは切り離して考えなきゃいけないと。だからそのまずそのどっかに就職するなりね、アルバイト続けながら自分の作品を追求しなさいと。で自分の作った作品というのはその売れるとか売れないじゃないんだとね、純粋にその自分の芸術を追求しなさいっていう、そのまあ言ってみればその純粋主義なんですけども、まあそうやって考えると要素が減るのでね、楽なんですよね。でだから近代の純粋主義って結局楽に流れてるだけなんじゃないのってね、思うわけですよ。で、まあ、そもそもその、まあ、日本の戦後美術のバイブルのような扱いになっている岡本太郎の今日の芸術ですね。であれはだから僕も岡本太郎の今日の芸術は一頃夢中で読みましたけども、岡本太郎さんにも心酔しましたけども、でもまあその気づくと岡本太郎の今日の芸術はその芸術家がどうやって作品を売って食っていくかっていうね、そういうその本質的な普遍的なことが書いていないわけですよ。でそこをごまかしてるわけですよ。でだからその我々は、ビジネスについてちゃんと考えなきゃいけないとね。でだからねそれにはねその美大時代に植え付けられた、まあ、日本の義務教育からもそうなんですけども、美大時代に植え付けられた先入観を取っ払わなければならないということなんですね。でそもそもそのビジネスとアートっていうことで考えると美大の教授っていうのはビジネスとして成立してるんですよ。だからまあ美大の教授っていうのは、まあ、一般的に言うとアーティスト
であって、でしかも社会的なステータスが高くて人々に尊敬される立場であるわけですよね。そして、大学から安定したお給料が出て、生活も安定していると、なんだったら退職後も、年金が出て安泰だと、ね、そういうふうにしてビジネスモデルとしてはそこで成立しているんですけども、じゃあその美大を出れば誰でも、美大教授になれるのかっていうと、まあ、そうじゃないわけですよね。そもそもそんなのはほんの一握りなわけですよ。既得権益ですからね、そんな人に簡単に譲り渡したりとかするわけじゃないですよね。そしてその、席が決まっていて教授になれるっていうね、枠が決まっていて、まあ、本当に限られた人ですからね。だから、美大でもその実際その教授になるにはどうしたらいいかっていうことも教えないわけですよね。教授は教授でそのまあ威張り腐ってっていうか、まあ、偉そうにしてて、で、まあアルバイトなり就職なり、しながら君の作品を作りたまえというふうにして、教えるわけですよね。でそうすると結局そのアートとビジネス、そしてそのそもそもビジネス思考ですよね。そういうものが全然育たないわけですよ。でビジネス思考っていうのも結構考えるのが大変なんで、それ考えなくていいっていうと随分楽ができるんですよね。そしてね、アルバイトしながら、そしてどっかに就職しながらっていうのも、これも実は問題なんですね。つまり就職とかアルバイトって何かっていうと、つまり雇い人ですよね。雇い人っていうのは雇われる人ですね。雇われる人っていうのは考えなくていいんですよ、ね、ビジネスについて考えなくていいんですよ。つまり、昨日の話で言うと、マーケティングということですけども、会社に雇われる人はマーケティングについて考えなくて済むわけですよね。マーケティングは会社の上の人がやってくれるわけですよ。でそうするとこう何も考えずに言われたことをただやれば、毎月お給料をもらえると、ね、そういうことなんですね。でそれは、ビジネス思考とは言えないわけですよ。むしろそのビジネス思考をしなくていいように会社っていうシステムが出来上がってるわけですよね。でもその、まあ、最近私はもう気づいたっていうかね、遅ればせながら思ってるんですけども、やっぱりその例えばですよ、その私がアートとは全然関係ない YouTube で収益を出て、それでその収益を作品制作に当てたとすると、それはアルバイトしてるのと同じじゃないのっていうふうにして、一見思えるかもしれないですけども、でも自分が主体的にビジネスをやると、自分が主体的にビジネス思考によってマーケティングして、そして商売すると、でそのお金を、美術に当てると、アートの制作に当てると、これはだからね、主体性の問題なんですよね。でだからその雇われて何も考えないで、仕事をしているっていうのとは全然違うわけですよ。そしてその、結局まあ僕の YouTube はまだ収益化できてないので、これはまだ絵空事なんですけども、そのいずれにしろその、今私はビジネス思考を身につけようとしてるわけですよね。でそのビジネス思考がその全然アートと関係ないところで収益を生んだとしても、それはアートに必ずフィードバックされるはずなんですよ、ね、なぜかっていうと、だからそのまずアートとビジネスについて考える、まあ、そのビジネスとは何かっていうことを理解することが必要なわけですよね。でその必要のためにその、まあ、YouTube でもブログでも何でもどっかから収益を得るとね、それは必要なわけですよね。でそれっていうのはそのアルバイト、なりなんなりっていうのとは全然違うわけですよ。だからその美大教授が言ってるのとは全然違うわけですよね。だからうがった見方をすると、美大の教授っていうのは、美大制度っていうのは、その美大教授のステータスを守るためにその、ビジネスそのアーティストからビジネス思考を奪ってるんですよね。お前ら他に商売をするんじゃないとね、アートの商売というのは大学教授が唯一なんだと
ね、でその他のその売り絵画家っていうのは、それ程度が低いんだってね、純粋なアートを追求されるためにはその商売抜きで、他に仕事を持ちながら、ね、コツコツ制作しなさいっていうのは、結局美大っていう美大教授っていうその、既得権益をその保護するための口実じゃないかとね、そうやってみんな騙されてるんじゃないのかなっていうふうにしてね、まあ、これうがった見方ですけどね、できるんじゃないのかなと思うんですけども、でいずれにしろアーティストっていうのは歴史的に見るとビジネスをしてきたわけですよね。だからアーティストっていうのは本来は職業なわけですよ。だからレオナルド・ダ・ヴィンチにしたってベアスケスにしたって、ゴヤにしたって宮廷画家なわけですね。宮廷画家ゴヤを見たっていう映画、すごく良かったですけどね、やっぱり宮廷画家になるのも大変ですからね、そのクライアントを捕まえなきゃいけないわけですよね。でそうやってみんな歴史的に苦労して、ビジネスとしてアートを成立してきたと。だから今の時代っていうのはゴヤの時代とは違いますからね、今と時代は今の時代のビジネスのあり方があるわけですよ。まあ、それはその歴史的な継続がもちろんあるんですけどね。でそういうものをね、我々アーティスト自身が知らなさすぎる。なぜかっていうと、その美大制度がそのアーティストにビジネスについて考えることを一生懸命やめさせようとして洗脳してるわけですよね。だからその洗脳を解かないと、ダメだと、アーティストとしてちゃんと自立できないと、それ以前に人間として自立できてないんじゃないのっていうふうにしてね、思うわけですね。で、まあ、引き続きこの問題は考えていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いいたします。